皆さん、おはようございます。サラリーマン辞めて YouTuber 親マジ切れ、どうもトミーです。今日はガチのバックカントリー撮影来ました。ガチなやつね。今までのはちょっとふざけてました。船で滑ったりとかやってたんですけど、今日はガチのバックカントリー撮影、スノーボード行きたいと思います。で、今日メンバー8人ぐらいおんのかな。自分以外全員プロだったりとかライダーだったりとかするんで、まあ僕撮影で今日来てます。めちゃくちゃいい映画ね、残せればいいなと思ってます。僕だけ一人でちょっと遅く登って来てます。みんなはね、もう日が昇る前から登ってて、ちょっと見えますか、これね、上まで行ってんすよ。これを辿っていけばみんなに到着するということなんで、今から2時間ぐらいですね、一人で歩いてみんなのところ合流したいと思います。な感じで行きましょうか。はい、ということでようやく着きました。この足跡をたどってあそこにいます。結構みんなガチなんで今から手伝います。今ようやくみんなと合流しまして、こんな感じですね。ここから飛んであの辺に行くんですよね。で、めちゃくちゃ上げ系の今日キッカーにしてて、あの上の方あたるじゃないですか、踏んでるんですけど、あそこの上もうほら向こうからこう来て、ここバコーン言ってあそこに行きます。へっこんできて、ここでバコーン、さあ上がりました。チェック、撮影も終わりかけの頃、プロと一緒に同じキッカーを飛ぼうと思います。おそらく18メーターぐらいプロは飛んでて、落差もめちゃくちゃあります。それでは YouTuber トミープロの世界を皆さんにお届けしたいと思います。いきます。ごめんだって怖いんだもん。それではめちゃくちゃ荷物あるけど下山したいと思います。ドローンも持ってるから焦げないようにしないと。終わりたいと思います。